こんにちは、翔太です。今日もグラグラやっていきます。今日はハロウィン版のプレイヤーシーンの、特集をやっていこうと思います。で、早速進化させていきますと。かっちょいいなぁ。この服装もかっちょいいし、体バキバキやですバキバキだなおい。かっちょいいですよと。で、一応 UR の、ウルトラレアのね、装備もあるんで、それをつけていきたいと思います。で、UR ね、このロングっていうか三つ編みシーンでいきたいと思いますと。で、今回は強化と進化とあと覚醒っていうところをちょっとやっていきたいと思います。レベル、とりあえずレベル50ぐらいにしといて、はい、で成功と。でレベル50にしといて、でもこれでも特殊戦技解放できるんですけど、ちょっと等級高すぎる。でもこれもいっぺんにやっちゃいたいと思います、この石で。覚醒か。星を6、一気に星6にしていく。いいですね。で、超覚醒も一発ぶち込んどいて、かっちょいいですね。シーンはかっちょいいですね。いいですね。で、超覚醒。覚醒だよね。超覚醒やっていって、で特殊戦技の前にちょっと等級高すぎるんで武器全部外して、こんなもんでしょうと。で特殊戦技解放ミッション、お化け、お化けですね。ハロウィンだから、ハロウィンだからって感じですね。多分敵はお化けですね。どこだっけ、ここ。兄ちゃん一緒に帰ろうよ家に。めっちゃ怖えなおい。いきなりそれはちょっと怖いわ。いきなりこいつドアップはめっちゃ怖い。でやっていくんですけど、シーンはね、このな技の名前わかんないけど、これが強いんですよね。スキルレベル1しか使えなくする封印があるんで、これがやっぱ強いですよね。しかも敵、複数の敵いたら全体攻撃で攻撃できるんで、やっぱそれが強いよな。育てようかな、どうしようかな。 PVP で使えそうだよね、シーンで。やっぱランクアップあるんで、PVP とかだったらよくランクアップしてくるとか多いから、そういう時にこのシーンが使えるかなと思います。で必殺ねじ込んでおいて、これでいける。必殺、そろそろ消えてもらおうか。かっこいいね、イケメンですね。攻略完了。いいイケメンだなおい。これもう地球が滅亡するよこれはい、っていう感じで特殊戦技ミッションクリアと。いいですね、クリアできましたよと。東京もね、19万もありゃそりゃいけるわねっていう感じですね。オロキシーとモノ、いや
ロキシーっていうのはやっぱデリカシーが全然ないですね。そこ爆笑するとこなの？よくわかんない。バレンティ。バレンティンこう見えてもね、大人だからね。小学生ぐらいかと思ったら大人っていうね。お、かっこいいなシーン。この、なんちゅうんですか。この絵もかっこいいですね。これサムネにしようかな。はい、っていう感じで、ターゲット設定、解放と。解放していって、で、強化もやったし、進化もやったし、ちょっと待って。26歳、身長187センチのイケメンですね。いいですね。まあ、っていう感じかな。まあ、必殺もコインないんであげれない。残念。超覚醒も超進化、超進化はまだか、進化もしたんで、まあこんなとこかな。今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。